キコーナチャンネルをご覧の皆様、シーサです。ヒロヤマンです。はい、というわけで今日は2022年の1月6日ということで、今年最初のキコーナチャンネルチョイスインデックス、はい、やってまいりたいと思います。ヒロヤマンさん、今年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、昨年ねこの企画始まって、まあなかなかこう実践時間が短い企画なので、いいところあまり残せてない中でも、はい、平山さんは割と勝ててる。そうですね、まあ、調子いいです。相性のいい企画ということで、はい、今回お邪魔してますのが、兵庫県川西市のキコーナキセラ川西店さんです。ここね僕何度も来てるんですよ。あ、そうなんですか、うん、でお店のことはよく分かってるので、ちょっとね狙いたい機種も絞ってきまして、お今回ですねもう台押さえてますよね、はい、で僕が選んだのが戦記絶唱シンフォギア勇気の歌、ね、おー新しいやつだ。新しいやつね。私はディスクアップから。ディスクアップ出ました。まあでもディスクアップ強いですもんね。そうなんですよね、あとなくなっちゃうんでもうすぐ、うん、確かにそれは寂しいなっていうので今のうちに打っとかないとということで、はい、結構これまではディスクアップ打つときって終盤戦とかなんか後半から打つことが多かったようなイメージですけど、ね、今日は朝一からということで、はい、まあ当たりは量産できるんじゃないですか。ノーマルタイプと 6.2 号機ということで。そうですね。で僕はシンフォギア今回初打ちなんですよ。お導入して打ちたい打ちたいって言いながらもなかなか打つ機会がなかったので、まあ、この新年一発目にいい抽選番号で座れたっていうのはなんかいいことありそうな、ね、そんな気がします。はい、さあそして企画のおさらいなんですけれども、こちらの企画はですねご視聴の皆さんがどちらが勝つかを予想していただくというものになってます。そして、私審査がこう勝つと予想された方が当たった場合は、5000円分の、天岐阜こちらを1名様にプレゼントとなってまして、うん、平山さんが勝つと予想された方には、当選した場合5名様に1000円分の天岐阜ということで、まあ、どちらにしても5000円分の天岐阜を、当選者の異なる、パターンでプレゼントしますという企画になってますので、はい、ぜひご応募お願いいたします。さあというわけでもう台も押さえて、開店の時間となってますので早速実践に入りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあというわけでこちら戦記絶唱シンフォギア勇気の歌座りましたね。まあ、今作はそのゲーム数の天井とチャンスゾーンのスルー回数の天井なんかあるんですけど、メインメニューでまあそれらがこう、ね、見れるっていうのも一つこう台選びのポイントになるかなって。結構こう天井の恩恵も大きかったりするので、まあ、この辺も途中から打つときは見つつという感じで打っていきましょうかね。さあ打っていきましょうか。まあ、リセットはかかってますというところですね。一直線ゲームからやっていきましょう。まあ、基本的には通常チャンスゾーン目指してそこを突破したら AT に入るというですね流れの台になります。 AT が V ソング純増約 2.8 枚となってまして、基本となるチャンスゾーンが、まあ、GX バトル、まずはそこを目指して、で結構ねゲーム性がこう斬新で面白い。で最初はこの一直線ゲーム入ったりとか、まあ通常時もリセット後とか、まあ、チャンスの終了後とかですかね、ゲーム数がリセットされるタイミングでこの一直線ゲーム入ってくると、まあ、あとはスイカからの抽選もあるということですけども、まあ、この間はリプレイとかレア役を引くとマスが進んで進んだ先にあるアイテムを獲得するチャンスと。でフォニックゲイン、このフォニックゲインはたまればたまるほどチャンスゾーンで復活したりとか、まあ、絶唱のチャンスが来たりとか、どれぐらい溜まってるかっていうのは分かんないんですけど、まあ、溜めとけばいいことあるかもよってやつですね。でこの回転してるのがゲーム数ですね。一応起点ゲーム数でのチャンスゾーンの抽選、まあ、あるいは天井ゲーム数もあるのでゲーム数獲得すれば消化せずにこっちのゲーム数が加算されるというそういうものですね。まあただ基本はゲーム数というよりもレア役を引いてチャンスゾーンに刺していくというのが基本の流れになるので、ポイントになるのはやはり強チェリー、強チャンス目、この辺りを引くタイミングですかね。まあ、初打ちですけど、そのスランプグラフとかを見ると結構荒波の AT 機かなって感じるぐらいこうブレ幅が大きいように思います。なので
ひとたび AT に入れば一撃1000枚2000枚っていうのは全然あるんじゃないかと思ってますけど、どうなるか。ではディスク打ちます。ちょっとガメラと迷ったんですけど、やっぱりなくなっちゃうじゃないですか。だからちょっとファイナルディスクを常にやりたいと思ってて、なんでちょっとディスクアップの方からちょっとしつこいようですけど、このチャンネルでディスクアップばっか打って、ね、大して詳しくもないのにしつこいと思うんですけど、温かい目で見てくれれば嬉しいです。頑張ります。お、リセットされとる、リセットされとる。あら、当たりました。あー出たよ出たよ。私何連続レギュラー引いとるよ。60ゲームレギュラー。どうしよう、ちょっとでもガメラが打ちたくなってきてるちょっと打っちゃおうかなやっぱちょっと今打ちたいだよ、打った方がいいですよね。ちょっと打っちゃおうかな、ガメラちょっとだけ。結構ベルが揃ってはいるんですけど、払い出しが3枚なんで、そんなにベルがポンポン揃ったからって極端に回ることはないですね。これ今スイカの後ちょっと煽ってで一直線ゲーム来ましたね。スイカからの一直線ゲームということになります。まあこんな感じで、ね、リセット後とかゲーム2リセットされた後、あとスイカでの抽選でこの一直線ゲームのチャンスとなりますけど、なんかこうアイテム取りたいですよね。手紙があります。結構あのパチンコの演出を踏襲されている台なので、やはり手紙とかが出てくるとね、その先に何があるか非常に楽しみですね。あと響きのフラッシュありましたけど、まあ、この辺りもまあパチンコの演出であった通り、赤かったらチャンスとか、まあそういった感じの演出になりますね。いや全然取れないな。リプレイ、さあフォニックゲイン取れましたけど、次が手紙、手紙取ってみたいですね。何が起こるか。あと3ゲーム取れないな。あ取れた。さあこれで手紙ゲットです。で、まあ、パチンコの時もそうでしたけど、何が出てくるかによってその後の展開変わってくると。で、まあ、開くタイミングも遅い方がこうチャンスだったりとかっていう感じになります。これで一直線ゲームは終了ですが、さあ手紙残ってますよ。お、1000円モードが出てきましたね。まあ、こちらが一応 GX バトルチャンスゾーンの前兆ステージということになります。で、まあ、キャラが集まるほど期待度アップというところですけど、最終的なジャッジ演出、まあ、これに成功すればチャンスゾーン突入ということになります。参戦マリア参戦。一応ここにね、6人キャラクターが揃うようにはなってるので、まあ 3,4 人はいた方がいいでしょうな。お、来た来た来た。これで3人目ですね。翼参戦。ここはチャンス目、弱チャンス目ですね。今の走者3人はこれ普通ぐらいでしょうね。さあ発展となります。バトル勝利でチャンスゾーン、期待度的には2つ。あ、もうあれですね、シンフォギアチャンスのあの演出っぽいですね。パチンコのね、一応その基本となるチャンスゾーンが GX バトルなんですけど、もう一個あの期待度がかなり高いチャンスゾーン最終決戦っていうのがあって、そこはこのジャッジ演出失敗後に行く可能性もあるということですね。ちょっとここは残念でした。ちょっとガメラ打ちたい気分になったので、ガメラ打ちたいと思います。
徒歩ガメラ。お、当たったよ。当たりました。投資この台2000円です。レギュラー、レギュラーしか引けん。でも早かったね。お、1ゲームバトル40%ぐらいある。でもバルゴンだからな、なんか敵にあんまりさないらしいんですけど、この1ゲームのバトル。になります。そして手紙が出ましたね。今日初めて強チャンス目、まあ強レア役自体今日初めて引きました。一応通常時はこの強レア役を引いてなんぼみたいな、それがチャンスの当選のメインになると思うので、ここはちょっと期待したいよ。発令状、手紙から出てきたのは、まあ、前兆示唆ステージの発令状。さあ精鋭モードいきます。精鋭モードまではこれで3回目。あれ、演出が違うぞ。こんな演出でしたっけ。あ、こんな演出か。まあ普通の精鋭モードですね。これで3回目の前兆ステージになりますけど、1回目は走者3人、2回目は2人、いずれもダメ。4人目まで行きたい。まあ、この時点でもう逃避が決まっているので、連絡引いたからここが書き換えられるとかっていうことはないはずなんですけどね。お、めっちゃ強そうな演出。これは走者参戦でしょう。はい、3人目キリカですね。お、これで4人目来ました。さあ調べも来た。1、2、3、4、なんかもうだいぶ期待できるんじゃないかと僕は思っちゃってるんですけど、この時点で。さあどうだ。対戦相手もこれまでよりはいいですね。期待度の高い相手来てますね。あ、もう全然違う強パターン来てます。はい、まあ、液晶上は291ゲームとなってますが、実際の消化ゲームは282ゲーム、投資が9000円というところで、GX バトルに突入ですね。さあ、この GX バトルを突破すれば ATV ソングということになりますけど、まあ、このチャンスゾーン自体、当選期待度が約 65% と言われているので、まあまあ期待度の高いチャンスゾーンになってます。で、一応矢印で遊戯説明見れるので見てみましょう。ベルナビの第一停止の位置で攻撃内容が市中線、各キャラの攻撃リールの履歴が響きの攻撃にリンクするとなってますね。まあ見ていった方が早いと思います。で、今最初に剣撃っていうねデフォルトのアイテム持ってましたけど、まずは先制攻撃で相手のゲージを減らすということになりますね。
最終的にこの1万というゲージを減らしきれば当たりというものです。ね、ラウンド数が 1,2,3,4,5 ラウンドまでありますけれども、ここまでで決着つかない場合は6ラウンド、7ラウンド、8ラウンドと、まあ、行くこともあるという感じで、できれば5ラウンドまでに決着をつけたい、そういうチャンスゾーンです。ね、順番はラウンドで決まってて、最初は翼登場ですね、一撃必殺タイプ、まあ、ここで勝利できれば絶勝バトル確定なんで、特化ゾーンの大チャンスと勝てればですけど、まあ、難しいでしょうね。でどこがガチ抽選かというと、まずはこの3ゲーム間で3つのアイコンを出現させます。でこの後ですね、まあ、500セント出てますので、次のベルナビが第一停止がどこかによって攻撃の種類が変わってくると、ここがまあガチ抽選ということですね。当然500だと500、1000だと1000、奥義ならもっとという感じなんで、ここは幹が欲しいところです。あ、真ん中、まあ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 、とりあえずこれで1000ダメージ与えて1ラウンド目が終了で、2ラウンド目はクリスですね。ここは波乱タイプで、クリスの時に奥義やバッケン、これが出てくると大ダメージのチャンスになりますというものですね。で基本奥義は毎ゲーム出てくると思うので、まあ、ここ非常に第一停止ね、重要ですよね。さあ左第一停止が選ばれれば、ちょっとここはチャンスですよ。左、ああ戦線か、まあ、500じゃないだけまだマシかな。これで残りが7500で、ここはサポート強化タイプ、響きのつなぐ力、攻撃への貢献が2倍、まあ、キリカと調べがいるんで2人分ってことですね。ねえ、結構大事なのがこのターンでの攻撃だけじゃなくて、第一天使が選ばれたところにこうやってなんかこう印がついていくんですよね。で響きの攻撃の時にこの印が多い分だけ攻撃がまあ強くなるという感じなので、まあ、バランスよくっていうのも大事ですけれども、偏らせてそれで決めるっていうのも結構面白いところかなと思います。さあスイカ、おこれで中右奥義になりましたね。左はダメよ、こっち、ちょっとこれは下手くそすぎませんか。今のはダメやろ、いやーショックやな今ので。次がマリアですね、まあ、追撃チャンスタイプということで、攻撃の後に追撃発生に期待です。奥義2つを逃してしまいました。一回奥義絡めとかないと、まだ7000も残ってますから、うわこれは相当やばいですね。4ラウンド終わった時点でまだ6500のゲージを残してます。で追撃もなしで、あとはここいびきなんですけれども、ここまでの押し順の結果で攻撃内容が変化なので、まあ、その2つ以上あるところを選んだ方が攻撃も良くなるというところですね。まあ、あんまりこう偏ってないんで、まあ、右か左ならという感じでしょうか。3人攻撃ですね、2人ついてたんで3人攻撃で、ここは2人、はい、でここも3人ですね。まあ、だからこれがまあ奥義相当みたいな感じになりますかね、3人いるところが。やっと選んでくれた。3人攻撃なんぼ2000、これで残り4500ですね。で6ラウンド目に入ります。でここからは、終了のピンチになりますので、まあ、ここもやっぱりこうレバーオン、まあ、第一停止がどこになるかが非常に重要になると。
これですね、このデンジャーが選ばれるとまあ終了ですね。でチャンスだと OK で、そのジャッジが行われるまでにこのアイコンのまあ変化のまあ昇格抽選が、変換抽選が行われるという感じです。リプレイでデンジャーがチャンスに変換のチャンス、まあ、もちろん恋愛役だとさらにチャンスということになります。だからもうここ第一ステージじゃないとダメってことですね。いやー全然歯が立たなかった。一応復活もあるのか、流れ星とか流れて、おお。完全にダメかと思いましたけれども、これね、V ソング当選になります。撃破です、復活パターン。いやーよかった。ああいう状況でもちゃんと復活してくれるっていうのは、まあ、もしかしたら通常時のあの溜まっていたやつ、あれが影響してるのかもしれないですね。さあ楽しみな時間がやってきました。 V ソング純増 2.8 枚の AT になります。でこの AT は1セット30ゲームで、まあ、セット継続型、セットをストックしたりストックがない場合はこう継続率でジャッジが行われたりという感じで、まあ、とにかく消化中はセットストックをどんだけできるか、まあ、ここにかかっているという感じですね。 AT 中は恋愛役、主に恋愛役でセットストックの抽選が行われると。で結構、ね、強い特化ゾーンもありますので、あと AT 中はボーナスもありますと。そのボーナス中にもセットストックの抽選があるんで、まあ、通常恋愛役引きながら特化ゾーンやボーナスでさらに大量ストックを目指していくという流れになりますね。30ゲームなんで恋愛役が引けないこともザラだと思いますけど、そんな中で今日チャンス目引いて乗らなかったのはちょっと痛すぎる、ね、ストックがない場合は継続バトル、これで勝利すれば継続という流れですね。悪くはないんじゃないかな、こんなにも残酷だけど。終わり？戻った2セット目突入でございます。結構さっきのチャンスゾーンにしてもこのセット継続にしても1回がっかりさせるんですね。結構あれと思いながら終わったあったっていう、まあ純増 2.8 枚そこまで高純増ではないですけど、そこそここう増えていく感じの AT、やっぱり 6.2 号機になって有利感が3000ゲームになりましたって、これ非常に安心感がありますよね。ある程度ハマって AT に入っても割とこう純増がね 2.8 枚と言いながら 2.8 枚に満たない場合でも2400枚は取れる可能性全然あるんで、ゲーム数的にだからこの辺が割とこう5号機の ART 機に近づいてきたなって感じる部分ですね。で一応ただこうやってセットを重ねるだけじゃなくて、もちろん特化ゾーンやボーナスもあると言いましたけれども、まあ、この AT 目指すところは20セット継続というところで、20セット継続させると、まあ、その後に完走のチャンスがやってくるという感じですね。さあストックできませんでした。ここも30ゲーム消化で継続バトルになります。どうだろうか、まあ、もちろんねテロップの色とかエフェクトとかチャンスアップパターンはいろいろあるんでしょうけど、特に強そうな感じしないですね。ここもまた復活があるのかどうか。終了画面さっきと一緒ですね。
あ、終わった。このエフェクトの色があるんですね。金とか銀とか赤があるみたいです。紫エフェクトはなんか分かりませんという感じで、まだ情報出てません。ということで181まで今一旦終了になるんですけど、これね、ユニカーが完全に終わるわけじゃなくて、一応ここからは、まあ、引き戻しゾーンに入っていくという流れになります。ここですね、引き戻し抽選中で、ここでまた引き戻して、V ソングに復活すれば、また3セット目からやれるという流れですね。なのでこう一撃で2400枚、一撃でこう20セット以上で泣くとも、この引き戻しを経由しつつでも20セット消化できれば、まあ、完走のチャンスがやってくるという流れになります。でこのステージからは、まあ、前兆ステージに行ったり GX バトルに行ったり、あるいはまあそのまま V ソングに行ったりと、まあ、いろんなパターンがあるようですけど、ここはクリスのヘアステージってことは、ここね、あれですね、もう終わったということですね、完全に引き戻しゾーンも。まあとりあえずチャンスゾーン見て NT 見たんで、基本的な流れは見ることができましたけど、うん、ちょっと消化不良でしたね。全然楽しめなかった。もう一回 AT 目指します。